インディ・ジョーンズ・アドベンチャーとは映画インディ・ジョーンズシリーズをモチーフにしオーディオ・アニマトロニクスを駆使したディズニー・パークにある室内ライド型アトラクションであるディズニー・ MGM ・スタジオにおけるインディ・ジョーンズ・エピック・スタント・スペクタキュラーの大成功を受けてディズニーランドに新たにインディ・ジョーンズをモチーフにした工場的なアトラクションを建設する計画が正式に発足 これを受けて完成したのが、東アトラクションである。開発が1990年代であるため、カリブの海賊などの初期アトラクションに比べてはるかに高度なコンピューター制御によるライド運行やオーディオアニマトロニクスが実現している。映画、インディ・ジョーンズ、魔球の伝説をモチーフに遺跡の観光ツアーでジープに乗り込み、神殿の守護神の怒りを買い、猛スピードで 罠や呪いを駆け抜けるという設定はすべてのパークで共通しているが探検に関するストーリーはパークごとに異なる。カリフォルニアのディズニーランドのアドベンチャーランドに存在する。遺跡の外観はインディ・ジョーンズに登場するようなインドの古代神殿である。アトラクション中にはインディアナ・ジョーンズのオーディオ・アニマトロニクスが登場する。非常に速く感じるが実際の最高速度は 時速2 4トルとアナハイムの絶叫系アトラクションでは非常に遅い。ライドを出発直後、3つの扉が出現し、そのうちの1つに入っていく趣向。しかし3つの扉はフェイクで3つの扉が左右にスライドしておりあたかも違うコースへ進むように見えるが、すべて同じコースである。内部は下記にある東京ディズニーシーの同アトラクションと同規模。 考古学者のインディ・ジョーンズと助手は遺跡の発掘作業に当たっていた。そんな中、助手サラーがインディに内緒で遺跡の守り神で願い事を叶えてくれるマーラを探すツアーを企画。ツアーに参加したゲストはマーラを見てはいけないことを知らずに見てしまう。東京ディズニーシーのロストリバーデルタに存在する。ゲストは遺跡の観光ツアーに参加し、 伝説の永遠の若さが得られるという若さの泉を探す内容である。いわゆるディズニーランドのアトラクションの日本版であるが、守護神となるキャラクターが異なりディズニーランドでは、マーラという像が登場するのに対し、東京ディズニーシーのものは、水晶ドクロが登場する。クリスタルスカルは、おろちや炎を吹く石像などに姿を変えて、ゲストに襲いかかる。遺跡の外観は、床田半島にある。 マヤ文明のチチェン一体石などがモチーフとなっている。このアトラクションは TDS 内にあるタワーオブテラーや東京ディズニーランドのスプラッシュマウンテンと同じようにアトラクション中に写真が撮影される場所がある。その撮られた写真はアトラクションで口右にあるエクスペディションフォートアーカイブで購入可能である。撮影される場所はアトラクション終盤。 ロープに捕まっているインディの後ろから巨大な岩が転がってくるところである。左上を見るようにするとカメラ目線で映ることができる。アトラクション中にはインディ・ジョーンズのオーディオ・アニマトロニクスが登場するが、その声は旧映画版のインディの吹き替え同様に村井邦夫が務めている。また、助手のパコの声は放棄かつこと武器が担当しており、乗車に関しての注意などを説明する。 なお、2008年公開のインディシリーズ第4作は、インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国であるが、本アトラクションとは、共通点はなく、むしろ第1作の、レーダース、失われた、アーク、世紀との共通点が多い。シングルライダーに対応している。利用する場合はまず、ファストパスエントランスに立っているキャストにシングルライダーで、利用する旨を伝えそのまま進み、 ファストパスとスタンバイの合流地点にいるキャストにシングルライダーである旨を伝えればファストパスとスタンバイの合流列とは別にあるシングルライダー専用通路へ案内される以前はスタンバイ列の途中に2カ所ファストパス列に合流できる分岐点がありそこから入っていくようになっていたその他のデータ1930年代の中央アメリカ 考古学者のインディ・ジョーンズ博士と助手のパコは遺跡の発掘作業に当たっていた。そんな中、助手のパコは金儲けを企み、内緒で若さの泉を探す遺跡の観光ツアーを計画してしまう。その観光ツアーに参加しに来たゲストが神聖な神殿に踏み込んだことにクリスタルスカルは激怒。ゲストの行く先々で姿を変えて襲いかかる。ありがとうございます。